妊娠中に起こるトラブルについて先輩ママに実体験を話してもらいました。上の子の時はある程度食べれるものがあったんだけど、うんうん、下の子の時は何食べても吐いて、食べては吐き、食べては吐きみたいな感じですごいきつかった。妊娠中に起こるつわりの症状で次のような症状がある場合は病院を受診するようにしましょう。私は逆にね、食欲が増してね、体重管理が辛かった。検診がね、で毎回体重のことで怒られて、太りすぎは妊娠高血圧症候群や妊娠糖尿病のリスクを高める可能性も。食べ過ぎないように気をつけましょう。逆子で膀胱を刺激される。あトイレすごい近くって、やっぱ逆子の影響あるんだ。あるー、もうボコ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 蹴られて、いつもトイレに駆け込んでた。尿漏れが頻繁に起こる場合、尿漏れパッドを使用しましょう。頻繁にトイレに行くと尿意を感じにくくなるため、できるだけ尿が溜まるのを待ってからトイレに行くようにしましょう。